競わない、比べない、争わない。私は私。学校教育の影響から、私たちは幸せとは競ったり比べたり争ったりした結果、優位に立って初めて手に入るものだと思い込んできました。そのために努力をしない人間はダメな人間であり、競争から落ちこぼれると社会の中でも価値がない存在であるかのように錯覚してきました。しかし人間の価値というのは、勉強や仕事ができるとか、何か数字で判断できるような単純なものではなく、あらゆるところにその人の素晴らしい個性や存在価値を見つけることができます。人と競うことが好きな人はそのような生き方で良いと思いますが、競争にはキリがありません。仮に勝ち抜いても本人が満足しなければ永久に心が満たされることはなく、人を蹴落として優位に立っても孤独なだけかもしれません。他人と比べないということが身についたら、どれほど楽になることでしょう。幸せの語源は、なし合わせです。人と競い合って、自分の目標を達成し、自分のためだけに生きるよりも、人に何かをしてあげることで喜ばれ、自分も人の行為に素直に甘えて、それに感謝して生きる方が、ストレスもなく心温まる豊かな人生になるのではないでしょうか。